はい、どうもバッシュです。お久しぶりです。もう年末ですね、早いもんでね。おそらくこの動画が、今年最後のね動画になるんじゃないかなと思って今カメラ回してるんですけども、今日は久しぶりに GX8 ルミックスのね GX8 を使って喋っております。なんかね GH6 が2月とか3月ぐらいに発表されるんじゃないかってことでね、パナソニックのカメラファンはね首を長くして待ってるとこだと思うんですけどもね、ソニーの α7-4 とかっていうのも出てたりしてね、僕そんなカメラには詳しくないんですけど、まあソニーのカメラとパナソニックのカメラはなかなか気に入ってるので、まあ新作とかが出た時はちょいちょいチェックはしてるんですけどもね。はい、というわけでね、今日はカメラの話していこうかなと思います。チェラで、今日はですね、普段僕が使っているカメラね、もちろん今撮っている GX8 もそうなんですけども、こちらね、ソニーの ZV-1 というねコンパクトデジタルカメラを使ってるんですが、これはね非常にね業界でもね評価が高くて、プロのカメラマン、プロのね、YouTuber 有名なね方とかも非常に評価をしているカメラなんですね、ソニーの ZV-1。どんなところがいいかっていうと、まずコンパクトで持ち運びやすい、そして映像がとても綺麗に撮れたり、あとはですね、商品レビューモードといってね、こういった YouTube なんかをやる方に特化したね、商品をレビューする人に向けたねフォーカス、オートフォーカスとかがすごいとか、あと美肌モードがね、ついててすごい自分が綺麗に撮れるとか、いろいろなねこう便利な機能がついていてっていうねカメラなんですね。で値段もそんなには高くない、まあ安くはないですけども、最近のね標準のカメラっていうとやっぱり GH5 とか GH5 の M2 とか出てますけど、やっぱり20万円とか、ソニーのねさっき言った新作の α7-4 なんかになると30万円とかを超えてくるということで、なかなかね普通にねよっぽどカメラが好きな人はまあそれにねかけてるんであれなんでしょうけど、まあ、普通にね、働いてるサラリーマンなんかのレベルではちょっと20万30万っていうのはそんな簡単に出せる金額ではないっていうねところなんですけれども、そういった方でもなんかまあ安すぎず高すぎずいいカメラないのって言った時にはこのねソニーの ZV-1 なんですよね。はい。で最近はねこのソニーの ZV-1 のまあ後継機的な感じで ZV-E10 というね APS-C のレンズを変えれるカメラもね、登場したりして、非常にそれもねしかもこれより安いんだよね、値段がね。 ZV-1 よりレンズ変えれて性能ちょっといいんだけれども、値段がちょっと安いというね、ソニーがすごいことをしてくれているカメラも大変話題でね、人気を呼んでるんですけども、僕はねそれ持ってないんで、この ZV-1 っていうのをね、未だに使って今後もしばらく使っていこうかなっていうふうに思ってるんですけれども、さすがのね ZV-1 も、まあ、弱点がいくつかあって、僕が感じてる中では一つ、まずはバッテリーが弱い、バッテリーがね結構すぐにへたるので、予備バッテリーを充電しながら、録画をしているとかね、そういう感じなんですね。まずバッテリーが弱い。でもう一つは、画角が狭いっていうのがねあります。はい。手ブレ補正モードなんかを使ったりすると本当に画角がクロップされちゃって、もうなんつうかな、このおじさん感がこういう感じで出ちゃうんでね、なのでまあそういった問題があるよというのが、まあユーザーの不満点かなっていうのがあるんでね。まあそこ以外取り除けばもう本当音もねめちゃくちゃよく撮れるし、まあさっきも言ったように映像も画像もね、バッチリ撮れるってことでね、DTM やる方とか、あとはミュージシャンの方にも本当おすすめできるカメラなんですよね。まあライブ映像とか、まあ自分が歌ってるね、歌ってみたとかを撮る時にも非常にコンパクトで使いやすいってことでね、まあミュージシャンの方に僕本当におすすめできるカメラだなというふうにも思います。はい。で、このカメラの今日はアイテムを紹介していこうかなと思ってます。はい、それでね、紹介していくのがですね、まあ、ワイコンレンズなんですね。ワイドコンバージョンレンズといって、このカメラに、ね、これはカメラ、このZV-1 は、レンズ交換式ではないんだけれども、そのレンズ交換式じゃないんだけれども、レンズをつけれるっていうね、やつなんですね。で、
僕が購入したのがこれ、ウーランジの WL1 っていうのを以前に購入したんですね。でそのレンズがこれなんですけども、これもね非常に安くて、まあ、5,000円ぐらいで買えるのかな今。まあちょっと価格今細かいの分かんないけど、大体5,000円ぐらいで買えるんですよ。でおーと思ってこれ買ったんですよね。でつけてたんだけども、これちょっとね一つ気に入らない点というかね、点があって、それはこのよいしょ、カメラをね、レンズを取り付けるときにこの付属のアダプターみたいなのがあるんだけど、まあ、これに要はこうやってねこうくっつけて、ね、でこれをねこうカメラのここにこう装着させるっていう、それで合体するんだよね。こういうものなんだけど、これね実はね両面テープで付けるタイプなんですよね。両面テープ、はい、なのでずっとこうやってカメラにくっつけてると、そのうちなんかこうポロって落ちてきちゃうんですよ、重力で。で、最初ねこの WL1 を買うと、このね丸く見えますかね、丸くね、輪切りされた両面テープが5枚ぐらいついてくる、まあ、3枚だったか5枚だったかちょっと忘れたんだけど、ついてくるんですけど、それがなくなってしまったら自分でね新しくこれと同じ形の、両面テープを買うか作るかしないといけないんですね。まあその他にも器用な人はね、他にも工夫してつけちゃう人なんかいるんだろうけど、まあそういったスキルがない人は両面テープでつけなきゃいけない。でも両面テープはすぐに剥がれてしまうので、一回一回ねこう取り外して、レンズを取り外して使う時だけつけるという、そうすればこの両面テープの粘着っていうのはまあまあ持ちますよね。でもその仕様っていうのは結構めんどくさいというか、なんかアナログっぽくてめんどくせえなって僕は思っていたんですね。ただこのレンズ自体はもうほんとワイドになるし、これマクロレンズもついてるんで、まあこう合体式のねレンズなんですよね、これは。合体式のレンズ、こっちがワイドでこっちがマクロっていう感じでね、でこれを合体させてまあ使ってるんですけれども、はい、ね、これはアイコンレンズになるんでね、マクロを撮りたい時はマクロをこっちのワイドの方を外して使うっていうレンズなんだけどね、まあさっき言ったように、両面テープがすぐ剥がれちゃうというね。でそんな問題を解決するのに、発売されてるのがこれから紹介するレンズです。パシヒデ、まあ、レンズというよりはね、レンズを取り付けるためのエクステンションパーツっていうかな、そういったものが発売されていて、まあ、ギズモンショップというね、ショップがね、インターネットで、あるんですけれども、そこを僕発見しまして、購入しました。で、このね、今から紹介するね、こちらなんですけども、UX チューブっていうね、これが、まあ、アダプターみたいなもん。で、この UX チューブに、つけることができるこのワイコンレンズ、この2つをね購入したんですね。両方ともギズモンジャパンっていうねところから発売されています。はい、でこれねもう1年半ぐらい前にねもう登場してたんだよね、もっと前かな、 ZV-1 が登場して半年ぐらいしてからもう出てたのかもしれないんだけれども、もう速攻売れちゃって人気でね。でこのコロナ禍でなかなか部品の調達ができなかったのか分かんないんだけど、長いことメーカーでもこう販売がね停止になってたの。ギズモンショップを見ても売ってないし、楽天見ても売ってないし、アマゾン見ても売ってなかったんですよ。それがここ2ヶ月ぐらい前かな、見た時にようやくね、またちらほら売り出してて、で今はね今日現在まだまだ在庫がちょっとあるような感じなんですよね、これ。でこれがどういったものかっていうのを今からお見せしたいと思います。もうね箱の中から出してるんで実物をね見てもらおうかなと思うんですけど、まあ、まずはねこういったねアダプターみたいなのがついてるんですね。これをですね、この、まあ、このギズモンショップって、ね、ここにマークがついてんだけど、ちょっと、フォーカスがね、やっぱ、弱いよね、パナソニックは。これ今、俺にフォーカス当たっちゃってるからさ、顔を隠せば、当たるのかな。ほい。
なるか。まあいいや。ごめんね。今ね、フォーカスの設定とかちょっと、あまりやって、久しぶりに GX8 使ってるからね、やってないんだけれども、まあこういう感じでね、こう取り付くと、ほらなんかもうなんか、ちょっといい感じでしょ？このメタルな感じが。ね。で、まあ、てっぺんの、まあ、ロゴのね、ところを合わせて、合わせたところで、この六角のネジ回しで、こうやってね、回すと。回すよと。そうするともう、なんか土台みたいなのがつきました。で、これに、よいしょ。もう一個ね、このエクステンションみたいなのがついてます。はい、これね。こいつをですね、このように、取り付けると、もうなんか、かなり ZV-1 ではないようなカメラの形になりましたね。これも簡単にね、女性の方でも、ご年配の方でも、まあ、ほんと子供でもつけれるぐらい簡単な構造になってます。はい。で、これに、今度レンズフードがね、ついてるんですね。レンズフード。レンズフードまでついてるんだよ。ね、こんな形でレンズフードを取り付けて、そして、このね、さっきセットで購入したっていうレンズをですね、取り付けます。こんな形でね。はい、取り付けました。これね、レンズフードを先に取り付けないと、レンズつかないっぽいね。そういう仕様なんだよね。よいしょ。っていう形でね、こういう感じで、ね、できましたよ。で、これはね、簡単に取り外すことができます。はい。なので、ちょっとワイコンじゃなくて普通の状態に戻したいときは簡単にね、取り外せます。で、また取り付けたいときは、はい、簡単にね、取り付けることができます。はい。というね、ものを紹介したかったです。はい。ではね、実際にこのカメラを使って画角のチェックなどをしていこうかなと思います。はい。というわけでね、今これがね、ワイコンレンズを取り付けた状態の ZV-1 の映像です。どうですか？画角がね、結構広いと思うんだよね。で、これ手ブレ補正モードはしてないので、これがね、まあ、標準的なね、ワイコンをつけた場合の画角の広さになります。結構広く映ってるなって思うんだけど、僕の部屋そんなに広くはないけど、結構がっちりね、隅々まで映ってるなっていうような感じがします。それではね、レンズを取り外してみましょう。このまま取り外そう。よいしょ。いや、どうですかね。今、レンズを取り外した状態です。やはり変わってますよね。はい。で、もう一回取り付けます。よいしょ。はい、取り付けましたね。違いがお分かりいただけたんじゃないかなというふうに思います。またこれ外でね撮ったりすると、またね違いが分かったりねするのかなっていうふうにも思うんですけども、まあ画角のね狭さっていうのはだいぶ改善されてるのかなというふうに思います。でちょっとね今日はマクロの方はやんないですけど、またね、近々マクロレンズも試した映像なんかをねお届けすることができたらいいなというふうに思ってます。はい、ぜひぜひそちらの方もチェックしてくださいということでね。で、2021年もね、今日が12月の23日で明日がクリスマスイブなんですけど、この動画が今年のバシヒで最後になるかもしれないですね。うん、多分もしかしたらちょっとやれたらやろうかなと思うんですけど、うん、
で、来年はですね、もうちょっとね、まあこういったね時々買うガジェット紹介とかもしつつ、DTM とかあとはまあ音楽関係のね、動画も増やしていきたいなっていうふうにも思ってます。あと僕結構動画の編集をするんで、動画のね、プレミアプロを使ってるんですけど、プレミアプロを使った、動画編集の、やり方とかね、その辺もねちょっと取り入れていこうかなというふうに思います。なのでね、2022年も引き続き、僕の動画の方をチェックしていただけたらね、これから動画を始めようとか、これから音楽始めようとか、そういった方にね役に立つような情報をちょっとずつ流していこうと思ってます。それではね、今日は、なんだっけこれ、ギズモンショップね、ギズモンショップって可愛いよね、名前が。なんかギズモショップとかでも出るんでね、あのなんか昔映画であったよね、ギズモっていうね、はい、それの感じに似てるんだけど、ギズモンショップジャパンからね、登場発売、ギズモンショップジャパンで発売している、ZV-1 の、UX チューブというね、ものを紹介しました。でそれに、UX チューブにつけるレンズ、ワイドコンバージョンレンズ合わせて紹介しました。これ値段の方はですね、UX チューブの方が約5000円で、こちらのワイコンレンズの方が約9500円ぐらいするかな、なのでだいたい1万5、6000円あれば、セットで購入することができます。はい、というわけでね、今日は、こんな感じでお届けしました。それではまたお会いしましょう。バイバイ。Peace!